ばんは、ソラと申します。ひらがなでソラです。終わりのない生まれ変わったら、あなたと結婚、あなたって僕の父じゃなかったら、僕の父の奥さんと、変な言い方してますが、僕のおふくろから見たあの旦那さんというか僕の政治単純な構造的にも説明してるんですけど、すごく難しいこと言ってますね。あの僕のおふくろが僕の親父にあげて書いたって言えるかとかですね、最初からね。で、あのまあ、もう一度ね、生まれ変わったらあなたと結婚して、で、そうだと名乗ったんですけど、本名浩二と言うんですけど、もう一度浩二と三人兄弟、賢治と広い兄弟って書いてあったんです。で、死んで亡くなった1年ですからね、まあ、落ち着いた頃なんですけども、それを見たときに、さすがにいい年して、ちょっと目がしゃますくなってしまいました。で、まあ、そんな、
施設をそのままちょっと侵入しちゃったんで、あんまりライブで歌ったことないんですが、ありがとうあなた、そのままです。白い光に包まれて私は旅立つ、私を見送るあなたへの拳は固く握られていた。その唇はかすかに震えている。閉じられた瞳の奥に突入もしも生まれ変わることができたら、私探すわ。
もっと早くさよなら言えたなら、こんなに辛くはなかったのに。ああ、せめて一度だけでも、その愛しい胸の中で、このままそばにいて、夜が明けるまでと、泣けたなら。寂しさ風のように癒されぬ心を持って遊ぶ、あの人の微笑み、優しさだけだ知っていたのに、それだけでいいはずなのに、愛を求めた坂を、愛を求めた片思い。皆さん、もっと暗いと思ってるでしょ。本当ね、そう聞きたいんですけど、最後はね、明るくはないんですよ。まあ、言い換えると暗いんですよ。ただ、これはお誕生日というと変ですけど、生まれた日って、多分ありましたよね。っていう、ね、その生まれた時とかね、お誕生日って、明け出せっていうかじゃないんですけども、生まれたことの意味というと大げさなんですけども、僕はそんなこと普段考えたことないんですけど、生まれたよかったとか良くなかったこともあるんですけど、それでも感謝をしたいな。歌詞の内容が、自分の生まれた日っていうのを誕生日もう一回見直すっていうような場合なので、オリジナルのね、あるんです。で、すごく暗く喋ってますけど、まあノリデの手拍子の曲じゃないんですね、少なくともね。で、決して明るい曲とは言いませんけど、それまでなんか言いづらくてね、まあ、少し暗いですって。まあそういう曲です。まあ、ちょっと気持ちだけ明るい感じなんで、そこだけ理解していただければ、まあ、みんな多分当然の人です。あなたへの曲です。もしも、ごめんなさい。
ちょっと言い忘れたんですけど、あの同年代だからというんですけど、あの時、例えばこの人じゃないですか、あの人と結婚してたらどうなるのか、あの時、あちみちなんでたらどうなってたんだろうとかって思ってません、ね、ありますよね。そうなんですよ。あのそれちょっと言うの忘れました。で今言ったからね、心置きなくすごく下りを取るタイプですね。今度大丈夫、止まらないから。顔だけ明るい。もしもあの道を選んでたらと、時の流れが心揺らす時もある。遥か遠く優しいその笑顔は、今でも輝いているから、苦しみと大丈夫だよ。